皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年度もゆうく TV をよろしくお願いします。やった、新年最初の取り出す、サンライズエクスプレス瀬戸号です。さあ、今回は初の四国を飛び出し、岡山県と広島県に向かいたいと思います。まずは7200系の普通電車に乗り、坂出駅まで向かいます。さあ、本州に向けて出発、楽しみやな。さぬき府中駅に到着です。対向列車の通過です。快速散歩とかな。鴨川駅に到着です。八蕎麦駅に到着です。八蕎麦って読むんですね。80条かと思ってました。8時29分、坂出駅に到着です。今から快速マリンライナーに乗りたいと思います。お、8600系特急電車と6000系普通電車がいます。マリンライナーに乗車しました。ここから岡山まで向かいたいと思います。瀬戸大橋が見えてきました。今ループ線を通過しています。ループ線の本線に合流します。いや、晴れててよかった。造船所のドックがあります。こんな感じになった。ここは川崎重工さんの造船所みたいです。反対側も撮影しました。
ました。瀬戸大橋です。は風があったので列車はゆっくりでした。ここって渦巻いたりするんですか。大きい島々があります。サービスエリアが見えてきました。サービスエリアのご当地グルメをするのも楽しいです。茶屋町焼けるんですかね。初めての岡山県なので見るものが新鮮です。まもなく岡山駅です。岡山駅に到着しました。うわうわうわ、うわ、この動く博物館すごい。鉄道の楽園です。はじめまして、特急やくまさん、お会いできて光栄です。いや、今から広島行くのになかなか行けないです。一度落ち着いて岡山駅を撮影しに来ました。クリスマスツリーがあります。今度は新幹線ホームに来ました。
新幹線の駅の看板って青色を基調したのかな。お、生の新幹線。1日ここで降りたいな。